カルカンのロゴと猫カルカンは国際的に売られているキャットフードのブランドである。カルカンのブランドはアメリカのマースインコーポレーテッドが所有している。肉のような欠片が缶やパウチに入っているキャットフードやドライフードを販売している。パッケージのほぼ全体が紫色で図案化された猫の頭の形のシルエットがついている。カルカンは1936年に カリフォルニア州のロサンゼルス近くにある本社でのペットフードの製造をはじめ、その後アメリカ各地で発展した企業である。1958年にウィスカスというブランド名でイギリス市場に出回るようになり、後にヨーロッパ中に広がった。会社は1968年にマース社によって買収され、ペットフード株式会社の子会社となった。ヨーロッパ事業に合わせて一つの 国際的なブランドとして営業し、世界規模で広告キャンペーンを統一的に展開できるように、カルカンは1989年にアメリカでの会社名をウィスカスに改称した。カルカンというブランド名にはアメリカで多くの資産価値があったにもかかわらず、ウィスカスは消費者に猫のように聞こえる名前であり、より好まれるということもわかった。ウィスカーは英語で 猫のげを刺す言葉である。ウィスカスはペディグリーによってアメリカのバージニアシューマクリーンで製造された。店でウィスカスの袋が売られている、洋水ギリスでよく知られているウィスカスの広告のキャッチフレーズは10人のうちの8人の飼い主が家の猫はウィスカスを好きだと言っただった。広告基準局に苦情が来た後、 キャットフードで好きなものを述べた10人のうちの8人の飼い主が家の猫はウィスカスが好きだと言ったに変更させられた。イギリスの8アウトオブ10キャッツというクイズ番組の題名はそのキャッチフレーズが由来である。1999年にオーストラリアンフットボール選手であるギャリー・ホッキングは G ・ロングフットボールクラブの会社の販売促進の一端として平型夏印象書によって名前を ウィスカスに変更した。この種の注目されるような派手な広告は、ウィスカスにとって初めてだった。1999年6月3日に、ウィスカスは初めて猫向けコマーシャルをアメリカのテレビで放送した。VHS で発売されたこの映像は、広告がどのように機能するかを示すためのもので、広告に対する何匹かの猫の反応も盛り込んでいた。 対照的な色と魚と水中で撮られたビデオが映像で出てくる広告だった。ビデオの最後には自社検証で10匹のうちの8匹の猫がウィスカスの商品を好きだと答えましたという主張が出てくるようになっていた。デンマークではかつては猫はウィスカスを選ぶだろうという広告キャッチフレーズだった。スウェーデンではウィスカスもし猫自身で選んで手に入れるならという。 似たようなキャッチフレーズが使われている。ロシアでは、あなたの猫ちゃんは、ウィスカスを買うだろうがキャッチフレーズだった。このキャッチフレーズはロシア語で、猫ちゃんとウィスカスがンを踏んでいる。イタリア語を話す国でのキャッチフレーズは、猫は、ウィスカスを買うだろうが長い間使用されている。ハンガリー、セルビア、ドイツ、オーストリア、フィンランド、エストニア、フランス、スロバキア、 チェコ共和国、ロシア、ルーマニア、ポーランド、スロベニアで同じ意味のキャッチフレーズが使用されている。日本ではネコマッシグラのキャッチフレーズが使用されてきた。このフレーズは1989年から約10年間利用され、カルカンを日本のキャットフードのトップブランドに押し上げた。その後しばらく使われなくなったが、2011年よりカルカンの再浮上を狙って、 猫まっしぐらのフレーズが復活した。関東地方では猫まっしぐらのフレーズとともに、カルカンの名は猫を飼っていない人にまで広く知られている。一方、九州、特に鹿児島県では、カルカンといえば歌詞のカルカンを想像する人が多く、キャットフードのカルカンは通じないことがある。ありがとうございます。